書いてはちつかさです。本日は超企画ということでですね、もうすぐあの日ですね。そう、バレンタインです。バレンタインといえば可愛い女の子がドキドキしながら告白したりチョコ作ったりすることでおなじみの日です。ことで皆さんにもこのドキドキをあげたいなと思いまして、スペシャルなゲストの方に来ていただいております。どうぞ。よろしくお願いします。いいんですか、このチャンネルに来ていただいて。いいんですか、逆に出ちゃって。いやもう大丈夫ですか。ちょっとレアすぎて、はい、Y さんの霞んで見えますね。いやそんなことないですよ、ね、ちょっとよろしくお願いします。お願いします。今日何をするかなんですけど、はい、バレンタインが近いということで、うん、チョコレート作りにお二人でチャレンジしていただこうと思っております。はい、といってもですね、ただのチョコではなく、うん、おっぱいチョコレート作っていただきたいと思っております。おっぱいチョコ、なるほどなるほどですね。なるほどですね。え、あまり乗り気ではない。いや全然、もうグラビアアイドルとしてね、はい、おっぱいチョコ作らせていただきますよおっぱい大好きだもんね。詳しいですよ、おっぱいについては。あ、ね、そうですよね、はい、それでは行ってみましょう。ゾーン。おっぱいチョコレート対決のルールを説明します、うん、ホワイトチョコレートでコーティングしたおっぱいチョコを作ってもらいます。ほう。ご自身の理想のおっぱいの大きさや形をおっぱいチョコレートで表現してください、うん、なるほど。理想のおっぱいの大きさ、理想、結構丸いの集めるで結構ちっちゃいのもねありますけど。ねえ、これを使ってってことですもんね。そうです、はい、手に収まるのがちょうどいいっていい。わっちゃん、すごいね。早速、はい、出てきましたね。よろしくお願いします。お願いします。用意スタート。はい。まず、そうか、チョコレートを、はい、すればいいのか。わ、中トレでなんか家で飲むみたいな使って、で、なんかお家で飲んだ気がする。そうだ。だからあれが、ズームで？ズーム飲みしましたね。なんかグラビアの子たち4人ぐらい集まって、そうズーム飲みしたね、そういえば。もう2年、そんな経つ、2年ぐらい、そんな経つ。会うことがないよね。ないね、グラビアの子に最近ね。確かに。最近何やってました？へー、最近、うん、もう酒しか飲んでないかもしれない酒飲みだよね。よくないよね。でも家で飲むとさ、うん、すぐ酔っ払えるからコスパめっちゃ良くない？確かに。で、森崎さんめっちゃ飲むって聞いて。そう、毎日ちょっと声が今日死んでるんですけど、それ酒焼けもあるかもしれないですけど。酒焼けもある。え、あのこの間Zoom 飲み会やった時から引っ越しました。去年引っ越したのかな、ちょうど。いいな。そう、去年引っ越して憧れのタワマンに、うん、あー、お金持ち。お金持ち。お金持ちじゃん。全然なんだろう。ほんと、え、上の方もタワマンじゃんの。家から富士山が見えるぐらい。やばっ。全然。え、東京って富士山見えるの？東京見えるんですよ、それが。見えたの。怖いんだけど。え、大丈夫？富士山見えるって言って特定されない？え、大丈夫？方角くらい。そんなに見えるの？そうね、太陽がよく見える。そんな見えます？なんかそこら辺の男耳チック見えるとこ。そんなこと。富士山見えるとこ住んでたさ。ね、そんなことないから本当に。はいはいはい、アパート。ちょっと分かる、そこらへん行かないからさ、分からんけど、その男のお家行く行くことないの。お疲れ様でアパートかいえ、どうする、どうしよう。え、どういうおっぱいが好き、どういうおっぱいが好き。え、自分のあちちゃんのおっぱい的にどうなん、なんか自分のおっぱい満足してる。でもね、ちょっとね、柔らかすぎるから、あ、それがちょっと嫌なんだよね。私は腰があった方がいいなって。あ、いや、うどんもさ、腰があった方がいい、うん、腰があった方が確かにね。張りのあるおっぱいにしたいな。なるほどね。でも綺麗だよね。でも綺麗よ、形すごい綺麗だもん。いやいや、張りすぎてる多分。でも張りすぎちゃってさ、形がさ、すごいね、うん、なんかさ、こう形が綺麗じゃない。なんかね、結構ロケット型かも。それがね、そういうのがいいの。ちょっとロケット型にしようかな。ロケット型、ロケット型おっぱいにしようかな。なるほどね。乗せてもいいけどね、シュークリーム。シュークリームを乗せる。どういうこと、どこに。
どうやって乗せる？ちょっとこう、なんていうの、上の部分をちょっとシュークリームにしよう。あなるほどね、このあの、あれね。そうそうそう、これメンチーフとかはさ、結構リアルな大きさじゃない、うん、確かに。これもう D ぐらいはありそうな気がする。 D これは D シャッフ、 D シャッフ。いや、これだってバイクからすごく大きいよ。もっとでかいからか、じゃあ私デカめにしよう。じゃあ私はやっぱ大きいのがいいね。これにします。じゃあ私はジャモキアンコン巻で作ります。造形していけばいいの、こうやってね。あ、でもなんかでも結構大きい気がする。大きいかな。もうなんかリアルだよね。なんか こんな感じ、なんかこんな感じ。なにちょっと待って。これはリアルこれはリアル。でもこんな感じが理想だからな、やっぱ理想のおっぱいがいいよね。大メンズで言うとこうなって、こうちょぴって上向いてるやつがいいかな。なんかこう下向いてるより。本当？なんか元気って感じ。私真正面でいいかな。真顔でいいかな。私は真正面こういう感じ。でも、もしかしたら、あ、そうだね、ちょっと、いや、ちょっと元気ですっていうのがいいな。ちょっと危ないって感じ。そうだね、ちょっと、涼みっていう感じがいいかな。ゾーン！仕事柄、まあ、男性の方のスタッフさんとか多いじゃない。うんうんうん、で、なんかそういう時に14日に仕事があったとしたら、作ってく、うん、持ってく、あげる？まああげるかも。あげる？わ。でもそんな高いのとかじゃなくて。ああ、軽い軽いね。まだ未完成なので。ちょっとまだ未完成なので。リアル？リアル。私何してんだろうって感じじゃん。これ何？これいっぱい作るんだね。いっぱい作る。でもドーナツっていいね。ちょっといっぱい作って食べる。めっちゃいいじゃん、ドーナツ。ドーナツこれ言ったらめっちゃリアルじゃん。ちょっとやっていい、それ。ドーナツインとか。ちょっと待って、それはさすがに。ホワイトチョコかけていきます。イエーイ。いいっちゃって。これうまくできなかったらどうしよう。いいじゃない。あー、すごい。ちょっとやばい。あー、いいよ。いい。はい、いきます。すごい、すごい。じゃあちょっとかけました。はい、いい感じ。じゃあここからトッピングしたりして、はい、らしくしていくってことですね。なるほど。独創的な、独創的な、すごいアートじゃん。もういきます。大事なとこ、これ大事な。あ、やだ、あー、やだ、やだ、そんな。あ、でもそんな感じ、そんな感じ、いい感じ。私ちょっとなんか水着を着せてあげたいわ。なんかそうだよね。ちょっとなんかハレンチよね。ハレンチだから。ということで完成しました。この後ですね、愛の告白タイムをこのチョコを持ってしたいと思います。じゃあ、今日ってあのバレンタインじゃん。恥ずかしいんだけど理想のおっぱい作ってみた。これ、まあ、普段仕事柄水着いっぱい着てるじゃん。で、初めてだとちょっと恥ずかしいから、まずはこれで試してみて、水着取ってみて。どうです？
か。すごい。ちょっと森崎のこのこだわりを見てほしいんですけど、まずこの手首の位置、これリアルじゃないですか。あのこれがすごい、ちょっとこの下にあるっていうかね。え、そうそうそう、理想状態なんで。そう、言ってた通りこういうことじゃないですか。この断面図、これこれ言ってた、ね、言ってた通り、こうこういうこと。これモザイクかけないと載せれないじゃない YouTube。 だってこうやって持たれたくないの。やめて、そんなこと言わないで。こんな YouTube あとあのこのね、中心部すごくないですか、これ、うん、マジでよく見てほしい。ここだけピント合わせて注目していただければと思います。すごいな。いや、うまくできましたね。ちょっとおっぱいの才能があるかもしれない。おっぱいの才能がある。え、ちょっと落ちちゃうのは何？これはそれ何よ。まあ、芸術は爆発っていうところからね、はいはい、出てるんですけど、うん、やっぱりこれはまあ、うん、まあ、こう先端をイメージして。あ、先端、天才じゃん。そういうことか。なるほどね。あの肌の感じにしちゃうとリアルかなと思って、こうカラフルにすることによって、はいはいはい、こう先端を可愛く、うん、ちょっとせっかく対決なんで、どちらのチョコをもらいたいかっていうのを、うん、ぜひコメント欄で皆さん書いてくださると嬉しいなと思います。いやあ、乾杯ですね、これは。今日はサウナでも長く入って反省しようと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったね。森崎さんのチャンネルや SNS はその概要欄に載せておくので、ぜひ皆さん見ていってください。皆さん、バレンタインの愛の告白の後はぜひゾーンしてくださいね。生感覚のゾーン、そして生感覚を超えるゾーンプレミアム、ぜひ皆さん使っちゃってください。